2021年ですね、サメ映画のリリースのペースめちゃくちゃ早いです。お、まあ、サメの生息域いろいろ広がってますけど、心の中にまで来たっていうタイプ。その裏には世界の均衡をですね脅かそうとするサメ邪教団による恐ろしい計画が、邪教団、宇宙人が地球に侵略してくるんですけど、はい、彼らが使ったのはですね、まあ、武器ではなくてですね、サメなんですね。人類の存亡の危機に陥る。こんなことをこのご時世に出せた。ライアートゥルー、あなたは信じる、ちまたに転がるサメ情報チャンネル、どうも小駅です。サメに食われたくはない、トエです。いや、それみんなそうやねんけどな。はい、今日もサメ映画ルーキーさんにお越しいただいております。昨日は大変な歴史を教えていただきましたが、今日は何やらまたキャッチーなサメの情報を持っていきたいただいたということで、ちょっとめちゃくちゃ噛んでるんですよ。噛むのは上手だけにして。そうですね、まだ疲労残ってます。疲労1本目の動画がね、なんとね、最長の1時間10分という、そう、見たことない数字で、サメ映画見れるのよ1本。ほんまにそれを耐えて今2本目撮ってる。そうなんと2本目はですね、今から今年近代にかけてのおすすめのサメ映画があるとかないとか。そうですね、はい、2021年になってからまあリリースされた新作サメ映画をまあちょっとピックアップしてですね、今年がどんな年かっていうのをちょっとご紹介しようかなと。おお、楽しい。2021年ですね、サメ映画のリリースのペースめちゃくちゃ早いです。お、まだ5月ですかなんですけども、発表されてる分だけ、あとはリリースされたものだけで、まあ、1月から6月までに国内で5本出てます。月1本ペースですね。でそれにプラス去年劇場公開されて今年ソフトになったもの含めると6本で、海外で見ると6本すでに出てます、で去年公開されて今年 DVD になったものが3本あるので、今だから15本ですか、すごい出てたり、あるいは出るのが決まってたりして、このペースすっごい早いです。だいたい1年間に10本ぐらい出るか出ないか、10本出たらめちゃめちゃ多い年なんですけど、今年はもう豊作、大豊作です。なるほど。今コロナ禍なんで制作ってちょっと遅れてるところが多いって聞くじゃないですか。そんな中で増えていくって関係ないんでしょ。ダメだもんね。関係ないですね、やっぱりあのすごいメジャーな作品とかだとスタッフの数も多いですし、まあいろいろ感染対策とかやんなきゃいけないんでしょうけど、まあ、基本的にあの家族で撮られてるものが多い。ホームビデオや。まあそこら辺の対策はそこまで厳格にやらなくても何とかなる。まあだから制作ペースは全然落ちてないですね。へえ、すげえ。むしろ上がってる。暇になったんかな。あるでしょうね。なるほどなるほど。まず1本目ご紹介したいのがですね、こちらの作品です。今年の1月にソフトがリリースされました。劇場公開は去年の夏でした。海底47メートル古代マヤの島、あの海底2万マイルとかあるんですよ、はいはい、47メートルってちょっと浅すぎませんか。そんなことないんですよ、この47メートルが肝なんです。へー、こちらの作品の方では実は47メートルあんま関係なくてですね、あれこれ1作目実はありまして、おーおー、海底47メートルという作品ですね、こちらストーリー上の関係は全然ないんですけど、あ、違うんだ、まあ、ただこの1作目名作サメ映画として、まあ、名高い作品でして、この2作目ですね、これもめちゃくちゃ面白い、真面目に進めます。これマジなやつ、ま、マジなやつです。まずちょっとあの予告編見てみてください。はい、見てみましょう。俺エアポ使ったのにまだこれでやってる。まだこれやな。さあ、いきまーす、はい、めっちゃ綺麗よ画質。そこからですね、ちゃんとしてるのに。ちゃんとしてそうやもんね。ちゃんと海行くと美女がね、海に飛び込んでますけど、いいじゃんいいじゃん。おー、マヤ文明の海底マヤ文明いきなり出てくるね。わわ、面白そうやん。これ面白そう、すげえ。これは面白いんですよ。7月23日公開、その下に見逃さず海の日公開みたいな。いや、そんなポップな感じなんですかみたいな。アメリカでの制作は実は、もうちょっと早かったんですけど、配給されてるギャガーの方がですね、どうしてもあの海の日に公開したいということで1年遅らせて去年公開してました。わざわざでもすごいちゃんとしてたよ作りが。おお、これは何のこう心の突っかかりもなく紹介できますね、これ本当に面白い。恐怖の演出とかがすごいちゃんとしていて、僕去年映画館で見ましたけど、久しぶりに映画館で飛び跳ねるというか、びっくりする。もうサメ映画で見るの初めてかもしれないです、ね、おー、なんかあのサメ映画としての恐怖みたいなものもあるし、マヤ文明の謎みたいなやつも面白そうだったし、この作品ですね、注目の俳優が一人いまして、システィーン・スタローンという方が出てるんですよ。はいはい、スタローン、スタローン、マスカ、そうなんです。え、シルベスタ・スタローンの娘さんです。嘘、長編映画デビュー作です。すげえ。それがめちゃめちゃいい演技してるんですよ。これはいいですね。サメ映画女優すげえってなりますから、ここ見てほしい。言葉いらないな、これは。見たい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 。それは見ましょう。ちゃんとブルーレイまでこぎつけてるあたり安心感あるわ。もうそうなんですよ。
塾お気づきで日本でブルーレイが出るザ・メイガはですね、うん、あのちゃんとしてるっていう。確かにな。 YouTube だけるしかないとかな、配信サイトだけるしかないとかな。そうです、あるある。これぜひレンタル店とかでも並んでる。見よう、ぜひ見てください。次いきますかね、はい、次は予告編ちょっとないんですけど、はい、こちらです。ホワイトシャーク海底の白い石に、はい、良さそう。これはさっきの海底47メートル古代マヤの死の迷宮が、まあ、1月に出ましたけど、まあ、それとほぼ同日にリリースされた作品ですね。制作はアサイロン。あれなんか様子が面白ってきたら制作止まったってさっき習ったよ。日本での配給はアルバトですね。なるほど。これ以上あんまなんか喋ることないんですけど、おやっぱ個人的にこれすごいなと思ったポイントはですね、はい、さっきのまあ古代前の話になっちゃいますけど、作品はですね、盲目のアルビの白いサメが出てくるんですよ、うんうん、あれちょっと寄せてってませんか。寄せてってんなっていう、じりじりと寄せてってる感じ。おう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 。でこのホワイトシャークってこうメインタイトルですね、実はですねちょっと前にですねホワイトシャークっていう作品が出てる。あれあれあれ、これはアルバトロスが配給した作品なんですけど、この2作の間に別にストーリー上のつながりはないどころか、あの制作も別なので。なんでやりよったなって。やってんな。なんでマイナーな作品の2作目っぽくしたのか全然わからない。まあ、そういう周りがいろいろ面白い作品で、本編がどうかっていうとちょっと難しいところありますね。それも一つの個性かなと思って、時間がある方は見てあげてください。どんどん行きましょう。次はこちらです。日本ではまだリリースされてませんが、フロム・ザ・デプス。パッケージすごいかっこいい。いやかっこいい、ちゃんとしてそうよ。ジョーズフォーマットですよね。そうです、そうです。これも1月にリリースされた作品なんですけど、このパッケージから見るとめちゃめちゃサメ出てきそうじゃないですか。出てきそう。サメ確かに出てくるんですけど、海の中じゃないんですね。まずえサメの幻覚が出てくるんですね。幻覚。まあサメの生息域いろいろ広がってますけど、心の中にまで来たっていうタイプ。心の中に来た。サメなのにやつです。まあ、ストーリーをちょっとだけ紹介すると、はい、主人公がですね、お姉さんとそれから彼氏をですね、サメに襲われて亡くしてしまうんですね。なんでその事故の現場にいたので、ショックから立ち直れないでいるわけですよ。でそのショックのせいで、いつの間にかお姉さんとそれから彼氏の亡霊に加えてサメの幻覚が見えるようになってしまう話なんですけど、サメが出てくる場所がすごくてですね、はい、クローゼットをこう開けるとサメがバーって出てきて、あと取り合わせとしてすごいなと思ったのは、盆栽が置いてある部屋があるんですけど、その盆栽にですね突っ込んでくサメが出てくる。盆栽に突っ込んでくサメ。そのシーンだけで僕はもうお釣り来るなと思いました。あーなるほどなるほど、なるほど、はい、じゃあこのパッケージはまた関係ないんですか。これはこれパッケージは関係ないですね。出たよ出たよ。日本の方のレビューはまだないと思うんですけど、海外サメ映画処刑のですね皆様のレビューを見る限りでは、これはサメ映画じゃねえっていうのがそっか最初に来てる。あ、なるほど。ワーニングみたいな。ワーニング。 This is not シャークムービーみたいなのが出てくる。なるほど、皆さん注意が必要ですよ。もし、まあ、日本に上陸したらちょっと注意をしておいた方がいいです、はいはい、次は前もお話ししましたが、スパイシャークついに出ました、はい、全然海おらへんやん。そうですね、あんまり海の話してない。スパイシャーク今年の2月にですね劇場公開をして、うん、その後 DVD も一緒に出たという感じです。ストーリー前回もちょっとお話ししたと思うんですけども、まあ、サメを戦闘機に改造したスカイシャークがですね民間の飛行機を襲撃します、はい、でそのスカイシャークを操るのは遺伝子改造して超人化したナチスのゾンビ軍隊です。設定かな。もうぶっ飛んでんだよな。そうそう、飛び。果たして世界は蘇ったナチスの魔の手、いや魔のヒレから逃れることはできるのかって書いてありますね。魔のヒレ。何魔のヒレ。すごいよね、ここにちゃんとついてるもんね。飛べそうな雰囲気するんだよな。ちょっと羽っぽいなって感じしますよね。そうそうそう、飛行機とかのね。洗脳なのよもうそれは。ちゃんとこう垂直尾翼とかもある。そう実は飛べるフォルムしてますよね。そう、実は飛べるんだよ。どんどんこっち来ましたね、なんかね。なるほどね。これは予告編があるのでぜひちょっと見ましょう。見てください。見た。飛んでますからね。もうナチスのゾンビ兵。ゾンビ兵ですね。ここめっちゃおもろそうやな。すげえ飛んでるけどな。映像がねめっちゃ綺麗よ。またそこか。まずそこ大事よ。わあすげえ。おお。完璧な兵器システムが取るから。わ、俳優さんの演技もすごいお上手で、世界は滅びるわって言われてる。レーダーにも映らないサメやから。魚群探知機で行っちゃう。めっちゃおもろいですね。わ、ゾンビ軍隊出てきたよ。わ、空飛ぶサメアタック。やけくそなキャッチコピーですね。分かったのはめちゃくちゃ映像綺麗だけど中身なさそうっていう雰囲気。そう、ナチスの脅威が現代に蘇る言うてるけど、ナチスもサメ飼ってへんからな。気づいちゃいました。あともう一個大事なポイントあるのちょっと分かりませんか。これブルーになってない。これはちょっとこれは怪しいんじゃないですか。壮大なことをやってそうな空気は感じるんやけど、ちょっと無理があって。これ有名な俳優さん出てたりしてないですか。有名な俳優さん、ドイツで有名なコメディアンの方が出てるね。という話。コメディアンなんだね。好みは人それぞれだと思いますけれども、僕は好きです。こういうコメント時怪しいですよね。
次行きましょうか。次ですね、同じく2月にリリースされましたウィジャーシャーク霊界サメ対戦ですね、はい、何霊界サメ対戦って当たり前のように言われたんですけど、ゴーストスイーパー三上的な感じです。ウィジャー版からゴーストシャークが出てきます、うん、でそのゴーストシャークと超能力士が戦う、超能力者、そういうあらすじではあるんですが、はいはい、まあやっぱりちょっと予告編まず見たい見たい見たい、そうですねこれは見たいですね。お、なんかビーチで何かを拾うとこからしたら、あれウィジャバーン、あ、おー、サメが、なんか呪いが解かれたみたいなやつ、なんかちょっと怪しい雰囲気がするな、これ。いや、雰囲気はいいよ、雰囲気は。あれ、いや、俺らが何が起こってるの、なんか、幻影、あれ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 何今の効果は、雑な構成なぜサメなんだって、それは、それは、それは俺らも思ってるね。こっくりサメ、音楽も寄せてきとるやんけ、もうちょっと言うですね、2021年に見るものじゃない気がする今の時高校生でももうちょい合成するんちゃうからほんまにこれはあの実はあの日本語字幕担当した僕なんですけど、めちゃくちゃやってますねなんでサメなんだじゃああれはサメがルーキーさんが作った字幕、あ、そうです、字幕字幕は結構遊んでるので僕は、なるほどただですね、このウィジャーシャークはよくあるデッド級サメ映画と思われがちなんですけど、うん、はい、実はですね、クライマックスにすんごいシーンがあるんですよ。ちょっと予告編でも出てましたけども、はい、超能力者の人とウィジャーシャークがですね、うん、戦うシーンがあるんですけど、うん、そこは本当にサメ映画史に残る名シーンです。へぇそこだけでも見てほしいな。レビューサイトとかにももうすでにレビュー載ってますけど、そのシーンのためだけに金を出す価値はあったと。おそこ以外はないのかっていう話ですけどただですね、これがですね、大手のレンタル店さんからはですね、残念ながら取り扱いを拒否されてしまって、拒否なんでなんでまあ言い方を変えるとっていう感じですけど、仕入れてくれなかったので、大手のレンタル店さんの店頭に並ぶことはほぼない。なるほど。どこで見れるんですかね。Amazon みたいな配信サイトでレンタルをしていただく。なるほどなるほど。まだ DVD 買っていただいても全然なるほどという感じの作品ですね。47m に比べてサメが雑なんですよね。作品自体は2020年に制作されて、うん、でそこで僕が一目惚れしちゃって出していただいてるコンマンビジョンの社長さんに、これ絶対買わないとダメですよ、でお酒を飲ませて、分かった分かった買う買うっていうのを言わせて買ってもらったなるほど、もうそういうとこからじゃあされてるんですね。そうですね、かなりのサメ映画を日本に上陸させてるんですね。今何本ぐらいですかね。4本ぐらいかな。すごいね。まあまだ全然、まだまだです、あのルーキーなので全然です上には上がやっぱいる、いますからね。サメ映画の大手の方、もっとサメ映画ルーキーさんもいいポジションで使ってあげてほしいんですけど、本当に本当に。なんでそのタモリクラブみたいなところで、まあ、そうそうそう。まあもうでもサメ映画業界は本当にあるのかどうかよくわからないですから、僕。ある体でやってますけど、次行っていいですか。はい。次はですね、これ日本にまだちょっと上位。ちょっと待って、ブルーレイだよ。お、え、シャークス・オブ・ザ・コーンという作品です。まあ、直訳すると、まあ、トウモロコシのサメですね。うん、どういうことか意味は分かんないですけどねこちら3月にリリースされました。先にちょっとあらすじを説明させていただきますと、はい、まあ、アメリカのケンタッキー州のですね、とある田舎町でサメの歯を凶器にした連続殺人事件が発生していました。時を同じくしてですね、トウモロコシ畑をですね、サメが泳いでるという目撃情報が相次ぎます。え、もうそのトウモロコシ畑からこうヒレだけこう見えてる感じだそれは後で予告編を見ればわかるんですけど。ああ、そうだそうだ、正しいな。まあ、実はですね、その2つの事件っていうのはですね、その裏には世界の均衡をですね、脅かそうとするサメ邪教団による恐ろしい計画があった。サメ邪教団、あ、宗教的な組織が絡んでんだ、うん、みたいな話なんですけど、予告編どうぞはい、じゃあ見まーす。楽しみだな。トウモロコシやな。あれ、何やねん、今のがちょっと、あ、あれ、おっとおい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 、爆発してるわあれ、なんか被り物みたいな。これはやばいな。え、だ、だねこれ。わーおい、わー、わー、泳いでる泳いでる。おお、すごい、ヘリを襲いかかろうとしてたよ。すごい、なんかね、あのトウモロコシ畑からこう飛んでヘリをね、こいつの食べようとするんですよ、うん、でもね、途中なんかサメの歯を入れ込んだ男性っぽい人がなんか、そうそうそう、いましたけどあれは、まあ一応説明はされますね。なるほど。僕がやっぱり予告編見てすごいなと思ったら、そのサメが飛びかかるシーンもそうなんですけど、うん、サメがこうトウモロコシ畑を泳いで、なんかこう主観視点みたいな、ありましたね。あのサメ、なんですかね。なんでしょうねツッコミところめちゃくちゃ多かったですけど、うん、ブルーレイでいいんですか本当にこれ。これはですね、実は海外はちょっと事情が違いまして、はい、作品の質に関係なくブルーレイがやっぱ主流なので、ブルーレイ出てるから大丈夫だろうって言ったら全然そんなことはないのかもしれない。僕は好きですけど出た僕はすごい好きです、好きですけど、まあちょっと
と覚悟をしてみなきゃいけないかなっていう感じです。ちなみにですね、このシャークス・オブ・ザ・コーンをですね出してるのはハウス・シャークの監督ロン・ボンクさんって言いますけど、彼がやってる配給会社 SRS っていうところから出てます。なので系統としてはあれな感じです。なるほど。途中一瞬だけねサメがねリアルなサメ出てくるんですけど、うん、あれドキュメントのとこからパクってんちゃうかなみたいな。あれね本編にないんですよ。あれずるくないですか。そういえばなかったなと思って。一応それっぽいシーンはあるけど、 あれはなんかサブリミナルに挿入されるだけ。いやーずるだってあれ水の中おったもんな、トウモロコシじゃなくて。おったよ。めちゃくちゃリアルなサメが、うん、そういうことやりがちなので、うん、予告編の中でも映像の使い回しあった気すんねんけどな。時々すごい絵が綺麗になったりするじゃないですか、うん、画質が良くなるみたいな、ちぐはぐだったと思うんですけど、あれは明らかにこう資料映像を買ってますね、あれはね。映画で画質変わるってあんまないんだけどな。フレームレートもよく変わったりしますから。あ、なるほど。そのレベルなんですね。まあそこも楽しみ方の一つ。なるほど、なるほど。とんでもねえな。次いきます。はい。次はですね、これがですね、ちょっとパッケージがないんですが、先にでは予告編を見ていただきましょうかね。なるほど、わかりました。じゃあ見ましょう。怖そう。ちゃんと海だ。海なだけで安心できるわ。怖い怖い怖い。あれ？うん。あれ？あれ？あれ？雑な雷入ったら。誰やこれ？宇宙人みたいなやつ。宇宙的なあれか？あれあれあれ、また宇宙人出てきた。サメどこ行った？あれ？何？どこ？なんヨーダみたいな。誰？誰？あの説明が必要な宇宙人がね何体か出てきてたんですけど、あの白い宇宙人なんですか？あれはあの地球に攻めてきた宇宙人。地球攻めてきた。攻めてきた。はい。宇宙人が地球に侵略してくるんですけど、はい、彼らが使ったのはですね、まあ、武器ではなくてですね、サメなんですね。うわ、あれ？さっき聞いてた。そうですね。一本目と同じような展開じゃん、あれ。サメをマインドコントロールして地球を征服しようとする宇宙人。味がある予告編ではなかったですか？そうですね。怖さはあったよ、いろんな意味で。映画の限界に挑戦してるところがあって。このタイトルなんですけど、シャークエンカウンターズオブザサードカインドですけど、未知との遭遇っていう有名な作品。はい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 。あれが現代がエンカウンターズオブザサードカインドなので、まあそこから持ってきてる感じです。ただ全然関係はない。なるほどね。こんな名作と一緒にされたくないね、だろうね。これは僕も一回本編見ましたけど、唖然としてる間に終わったというか。おー、この目の会社やばいっすね。お気づきになられましたか。あ、これ会社のロゴ。そう、はい、やば。予告編の最初に出てきましたね。そうはい、これがワイルドアイリリーシングという今右肩上がりの Z 級の映画会社でございます。映画の級は上がらないんだね。そうですね。で、この作品はですね、監督はマーク・ポロニア、はい、あのフランケン・ジョーズとかを撮ってる方ですね。これは日本に来るかどうかちょっと分かんないんですけど。なるほど。まあ来たらドギュームの感じですね。映画のそこをぶち破る勢いがあるのでそこに期待したい。なるほどね。まあ、全部あの YouTube 上がってますんで、概要欄にねリンク貼っとくんで、予告編気になる方見てほしいですけど。見てください。見てほしいですね。次ですね、来ました。4月にリリースされました、おウイルスシャークです。おお、まあ、ブルーレイのだけでポイント高いんですけど、うん、これちょっとパッケージがすごくいい。かっこいいですよね。面白そう、うん、これかっこいいんですけど、監督はですねさっきと同じマーク・ポロニアです、ね、あれもうあかんわこれ。でじゃあ予告編見ればやらないか。じゃあ見ましょう。一応もしかしたらポロニア本気出したかもしらんから。ポロニアが本気出す。いいよいいよ、本気あるよ。るわ、うん、おーおー、いいぞ、かっこいい、いいじゃん。おう、うん、おーおお、ちょっと大掛かりなこと言ってんな、うん、最後の希望言ってるけど。あら、なんやこれ。そうそう、あれ、えなんだこれは。あれ、あれ人と人が、サメは。あら、というですね、終わり。なんだこれ。まずね、サメが人を襲ってるシーンはほぼ なかったね。なかったよね。これはちょっと僕最初この予告編見た時びっくりしちゃって、可能な限りこうポロニアらしさを隠そうとしてる。あ、確かに確かに。ちゃんとしてます。ちゃんとしてる感あるですよね、うん、安っぽくはあるんですけど、うん、でもなんか綺麗な映像をつなぎ合わせてそれっぽい予告編になってるんだと思って、うん、そうですね。でもあらすじがですね結構まあ決まってる感じですしね、うん、新型サメウイルスが蔓延してですね、あれ新型サメウイルス。なるほどね。あの予告編にちょっと映ってました。SHVID1 で、シャビット1ですけど、がですね、蔓延しまして。なんとか19みたいですね。そうだ、そんな感じです。人類存亡の危機に陥るとか。こんなことをこのご時世に出せた。一瞬だけちょっとあの海底研究所でですね、ワクチンの開発が進められてるんですけど、まあ、そこにサメがこう襲いかかってくるというお話ですね。今しかないっていうサメが。今しかない。なんで海底研究所でワクチン作るんだよ。ないんですよね、それがね。サメがね、外から覗いてたからね、こうやって。覗いてた。僕は好きですけど、結構ですね、これ手抜いてんなっていうのをちょっと久々に感じました、ね。なるほど。ポロニアの作品の中で。なるほど。やっぱ彼の中でもこう作品のランクはあるんだなってことがよく分かったさ。
るほど。予告とパッケージに全振りした感じでしたね。パッケージすっげえかっこいい。めちゃくちゃいい。ネタも悪くないんじゃないかなと。時流に乗ってるのはいろいろあると思いますけど、そのアイデアは多分みんな考えてただろうし、いつか誰かがサメ映画にしてくれるんじゃないかなって思ってたんですよ。なるほど。そこで手を挙げたのがポロニアっていうのが、嬉しいのか悲しいのかちょっと分かんないですね。ポロニアさんにはお会いしたことあるんですか？会ったことはないですね。連絡は取ったことありますけど。でも巨匠中の巨匠ですから。Z 界の Z 級映画館、本当に世界中で有名な方ですからね。すごいな、はい、日本でもファンたくさんいますから、あんまりボロクソに言うと怒られちゃうんですけど、まあでもそれはしょうがないですね。それはね、そのね、楽しみ方ってあるからね、その監督の多分、ね、分かってさえ言えば、まあ、ご本人もどういう風に楽しんでくれてもいいよみたいな感じですというウイルスシャンク、はい、これもまだ日本上陸は決まってないんですけど、これも日本に来たらサメ映画の底ぶち抜けるとは思ってますね。なるほど。それから前回お話ししましたジョーズオブザシャークという作品ですね。ほう、おうおうおう。こちら実はですね、4月にアメリカでソフトがリリースされます。この着ぐるみがチェーンソー振り回すやつですよね。そうです。これが買ったのがハウスシャークの監督 の SRS シネマっていうところが、権利を買って出すみたいですね、はい、スウェーデン初のサメ映画なんですけど、これもですね予告編をですねぜひ見てほしいんですけど。予告編見たい。じゃあ予告見ましょうか。はい。ん？何今の豚？あああえ？あ？何これ？何これ？あれあれ？あああ何これ？それが何が出てる？え、何これ？いや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 。あ走ってるやん。え、もう内容が全然わからへん。中身がそうやん。衝撃映像。あの予告編として全然わからない。予告編になってなくないですかこれ。そうですね、ストーリーがなさそうな感じです。なさそう。ストーリーほぼないんですけど、マジ奇遇に本当にストーリーらしいものを説明すると、動物実験を行ってるですね研究所からですね、実験動物であるサメ男が脱走してしまいます。でその脱走したサメ男がこうチェーンソーを使って当たりの人を殺しまくる、はい、ストーリーは以上です。これね、ストーリーもカスみたいだけど、映像もカスみたいだよね、本当に。すごいね。すごいびっくりする。撮れるんじゃうかな、これ。撮れるんじゃうかな。着ぐるみすごいじゃないですか。すごい。サメ男なんですけど、顎は一回も使わないんですよ。えお前、どうしたんや。チェーンソー、ね。チェーンソーが使うんですけど、顎を使わないのは最高だなと思って、はい。で、なんとですね、これがですね、まだリリース日は決まってないんですが、日本上陸も決まっています。え来ちゃう。で、今ですね、ツイッターではですね、公式アカウントがですね、日本語タイトル募集中なので。あそうなの。そうなんや。じゃあ僕らも応募できるんだ。できます。ただ、半分決まってます。サメ男っていうのは決まってます。おその前につくなんとかかんとか、お何か一言みたいなのを募集しているので、無期限で募集しているので、いつ出るのかって言ったら気が向いたら出すって言ってた。あそう商売なのそれは。もうこれはあの買われた方はですね、僕のあのサメ映画の大先輩でいらっしゃる中野団喜さんという方がいらっしゃるんですけど、はいはい、お仕事サメンテーターということで、サメンテーターサメ映画の専門家の方ですね。なるほど。その方が、まあ、普段は広告関係のですね、まあ、そういう PR とかやられてる方なんですけども、まあ、せっかくだからということで権利を買いました。おはい、で今度は自分でじゃあサメ映画出しちゃおうかなっていうので、いろいろやられてるところみたいですよ。あすごいね。すごいサメ業界のすごい先輩がいることを初めて知りました今。そうね大先輩ですね。サメ映画ルーキーさんしかこんなことやってへんと思ってた。そうそう、そんなことないですよ、そんなことない。なるほど。サメ界の達人がおんねんな。時代はこうサメ映画のソフトを買う時代から権利を買う時代に来てるんですね。すげえ俺もなんか権利買われたな。どれぐらいで買えるんですかこれ。ちなみにどれぐらい買ったんですか、ジョーズ・オブ・ザ・シャークは。わかんないですけど、言えないじゃん。これはちょっとマジック正確な金額は言えないですけど、思ってるよりもすげえ安いです。そうなんだ。まあ、ただ映画を出すので大変なのってその権利料とかだけじゃなくて、まあ、実際の DVD をプレスしたりとか、それを流通させたりとか、そこですごいお金が確かに、ね、かかるので、権利料自体ってそんなに高くないことが。なるほど、なるほど。そうなんだ。じゃあ僕たちもチャンスあるねこれね。ありますね。まあ、ほんとあの欲しいサメがあったら、あの言ってくれれば僕全然つなぐので。あ欲しい欲しい権利欲しいと思ったの。ありがとうございます。全然思ってないですよね。僕は結構持ってますよ。欲しいんですよ。小安田でサメ映画リリースします。ちょっと夢あると思う。映像の中に小安田バンバン宣伝入れる。ぜひその際翻訳を、あのですですお願いします。そんな笑い方まるで東亜みたいだねみたいな。それおもろいな。面白くない。それおもろいわ。あのちょっと真剣に考えておいてください。
はい、あの、いつでもやるといや、めっちゃ楽しいよ。さて、次がですね、ここからは今後出る作品です。今までのジョーズ・オブ・ザ・シャークに関してはソフトは出てるのかな、うんうん、で、次は5月の半ば以降とかに出る作品なんですけど、はい、こちらですね、ビッグフット VS メガロドンね、いや、パッケージはいいのよ、毎回。そうこれはですね、あらすじを聞いたらもっとびっくりしますよ、はい、ビッグフットとメガロドンが戦うんだろうなと思うと思うんですけど、うん、そうですね、戦うみたいなんですけども、うん、舞台がちょっと変わってまして、舞台はですね、宇宙世紀4045年、宇宙世紀、もう宇宙世紀の意味がまず分かんないですけど、ガンダムみたいなナチスの実験で生み出された、まあ、悪のメガロドンとですね、またナチス出てくるいや、分かんないなナチスすごい生き残ってんな正義の宇宙ビッグフットによるですね、全宇宙の命運をかけた戦いが始まろうとしていた。宇宙規模なんだね、宇宙規模で1ミリも意味分かんない説明だったら今のあらすじつかみがいいですよね。そうですね、宇宙世紀4045年、うんうん、これ実はですね、うん、実写ではなくて CG アニメ作品。へえ、実はですね、これ1作目ではなくて過去作があって、ストーリー的にまあ若干のつながりがあります。でこの前に出てるのがですね、2作ありまして、ビッグフットがイルミナティと戦うやつと、秘密結社と戦ってるの、あとトランプがイルミナティと戦うやつを出してるんですね、ここの監督は。でこれを出していい超高級のドラになってる、攻めてますよねこっちのトランプ VS イルミナティがすごいですよ。トランプ肉弾戦しますから。そう、設定上このトランプは中国政府によって作られたクローンなんですけど、なるほどなるほど、まあ、どちらもあの宇宙世紀の話です。両方とも宇宙世紀の話ですって言われてる。それだから宇宙世紀って言ってるから肖像権クリアしてるみたいな話だから別の世界線だよ。そう西暦じゃないからみたいな。いやでもこのビッグフット VS メガロドンはですね、この過去2作が本当にぶっ飛んでるので、最大級に警戒してます、うん、意識飛びそうになったので前2作結構慣れてるつもりなんですけど、僕でも持ってかれそうになったので、なるほど、これも持ってってくれんじゃねえかなと、すごい期待してます。さて次が、こちらもパッケージはまだ出てないんですが、これも前々回ですかね、お話ししましたが、バッド CGI シャックス全能ザメ、こちらの作品が6月にリリースされます、うん、こちらは日本語版の予告編はまだできてないんですけど、はい、元のアメリカ版があるので、おそちらをちょっと見ていただきたいな。はい、なるほど、あるんです。はい、じゃあ行きます。また新しい会社。おいよ、雰囲気いいよ。いい、そういい、いや出てこへんな海はどうでもいいやろ、うん、え、なんでこいてた。あれ、謎の女性がなんかベッドを引きずり込まれるみたいなあれ、まだ謎の演目。あ、やだ、そうなんや、え、おおおお、なんや、踊ってんな、お三人はいつまで話してんのあれ誰やこれ最後なんやというですね、はい、あらすじをちょっとご紹介いたします。ちょっとあの理解ができなかったんで。そうやね。主人公一人がジェイソンって言いますけども、はい、ジェイソンはとてもこう夢見がちな人でですね、うんうんうん、子供時代にですね、弟のマシュ出てきたもう一人のちょっと太めの方のですね、サメ映画の脚本を昔書いていたんですが、その脚本がなんとですね、現実のものになってしまうと。ただそこで出てきたサメがクソ CG だった。お話です。しかもそのサメがですね、ネットとつながることによってですね、知能を獲得して人類に対する革命を企てるという作品です。はい、でようやく日本上陸を果たせるというか、僕が最初にこの作品知ったのも2018年かな、はい、でそこからずっと追い続けて、でこれもコンマビジョンさんにですね、直談判をしまして、買ってくれと、で買っていただきまして、6月に出ること。なるほど、これもルーキーさんの功績ですね。まあまあ功績はまあ誇るつもりはないんですけど、まあ、見た感じ映像とかすごい綺麗だったと思うんですよね、うん、綺麗。これ実はコロニアみたいに Z 級映画っていう括りではなくて、そういう Z 級映画のパロディーのをあえてやろうとしてる、まあ、コメディ作品なんです、はいはい、なるほど、はい、これは本気で面白いです、これはちゃんと面白いです。それ楽しみですね。楽しみ楽しみ、これはいいよ、ね、なんですかね、ものづくりが好きだったりとか、クリエイティブなものが好きだったりとかすると、多分このストーリー結構刺さるんじゃないかなと思います。楽しみ。これはぜひ見てほしいですね、まあ、ただ残念ながらですね、ビジュアシャークと同じようにですね、大手のレンタルさんに並ぶことはないので残念だ。また配信サイトとかそこら辺で見てください、まあ、大手もね、バッとCGI って書いてるものをね、わざとわざ書かないですかね、うん、タイトルどうしようとかいろいろあったんですけど、なるべく現代を尊重しようと。なるほど、はい、で次のですね、はい、作品で、最後になります。最後これはすごいすごい。これもうまだパッケージは出てないので、今のマヤからの失速度がすごいもんね。そうですね、あっこがピークだった可能性はありますねこれはすごい、大丈夫です。なるほど、信じてください。はい、6月リリースされますグレートホワイトですね。おー、いい、良くないですか。白昼堂々食い尽くすってことで、これもちょっと
告編、うん、まだ日本語版は出てないので海外の方の、うん、ぜひ綺麗いいじゃんちゃんと海から始まってくれる、うん、おユニバーサルお金かかってる感じするもんな、うん、ちゃんとしてるもんな、うん、おおサメだ遭難しはったのかないろんな角度のサメが見れますね今回はちゃんと、うん、おおちゃんとしてそう面白そうまあストーリーは全然入ってけへんけどちゃんとしてることは分かる、うんうん、なんとなく分かったと思うんですけど、まあ、男女の5人組がいて、うん、水上飛行機みたいなのちょっと映ってましたよね、うん、あれで島に出かけるんですけど、うん、その出かけた先の島でですね人間の死体を見つけると、はい、でそれにびっくりしちゃってこうみんな飛行機に戻ろうとするんですけど、うん、それがこう何者かに襲われて墜落しちゃうと、うん、飛び立てなくなっちゃう、うん、でそれで救命ボートみたいなの乗りますよね、うん、その救命ボートなんで連絡手段も何もなく、うん海の上をさまようことになるでまたその救命ボートをポツンと支えてくるやつがいるんですけど、はいはい、それがサメだなるほどストーリーはだからシンプルなんですけど、うん、もう絵作りからして全然違いますよね違いますねいやめちゃくちゃ綺麗だったよなぜかと言いますとこれ制作チームが海底47メートルとおお信用できるわもうそれだけで信用できるんですけどだから劇場公開しても本当はおかしくない、はい、なってないんだそうなんですあのもういきなり DVD になっちゃうので、はい、これ DVD しか出ないみたいななるほどですけどこれはブルーレイ出してもいいんじゃないかなと思います、まあ、まだ見てないので何とも言えないですけど、うん、この予告編からつまらないものを作ったら逆にすごいのでなるほど超期待してますでこのタイトルのグレートホワイトですね日本語に訳したらホホジロザメですけどおおなるほどまんまやね超ド直球のホホジロザメっていうタイトルだけで攻めてくる、うん、そのストロングスタイルなるほど相当自信ないとこんなタイトルつけられない、うん、そうですね、うん、もう期待高まるばっかりなるほど久しぶりにシンプルなサメちゃんと見たなこれもナチス出てこなさそうやん安心感が安心感があるわ宇宙人も多分出てこないです、ねうん、たまにはこういうちゃんとしたのがないと胸焼けしちゃうんですほんと今年これ出てくれてよかったなと思ってますね、うん、僕ね確かにこれが今この上半期一番期待の作品ですねなるほど皆さんぜひ見ましょう見ましょうという感じで、今年の1月から6月までのサメ映画をちょっと振り返らせていただきましたありがとうございますありがとうございますというか1本目1時間10分撮って、うん、大丈夫です2本目短いんでって言って今1時間撮ってまあ10分短くなってるからなるほどこれはでかいよねでかいからこの10分ほんとすいませんみんなも楽しんでくれたんじゃないかなはい、サメ映画見たことない人もぜひこの機に見てみてくださいよっしゃーはい、サメ映画ルーキーさんでしたありがとうございましたはい、ご本人のツイッターアカウントも概要欄に貼ってますのでぜひ見に行ってくださいはい楽しいですよそれでは本日の鳥肌スコアは100いっぱいサメが出てきましたね本日の鳥肌ポイントは、まあ、もうそろそろナチスとか言うのはやめた方がいいんちゃうんかなそれでは、See you コナンではその時々のトレンドのアイテムをどんどんトリックに取り入れているんですけどもさすがにこれは無理があったのではというトリックが存在します若松に契約書を書かせるときにその際若松はゲシュタルト崩壊を起こしているため自分の名前に含まれる若っていう字が分からなくなってしまうレンズから身元が割れることを恐れて回収することにするんだけどそれを回収するために使用したトリックがなんとも斜め上を行ってるんだよねおこれ実際やってみたくないこれやってみたいI'm cheating